ガッチャンです。3回シリーズ。実現できそうな私の夢シリーズ。1回目は、実は政治家になりたいんですっていうようなお話でした。2回目は、実はスキー・スノボーのインストラクターになりてんだっていうような夢でしたね。3つ目は、実は旅行をしたいんだっていうお話だったんですが、ちょっと待てよ。もう一つ私にとって大事な夢がありました。まあ旅行したいっていうのはちょっとね、ありきたりかなと思ってたんです。まあ私もネパール、NGO でネパールで働いたりとか、断るごとに多分ね、旅行以外の感じで、海外行った経験っていうのは結構多いんじゃないかな。そこら、身近な人に比べたら多いんじゃないかなと、ちょっと特殊な生活をしてたような気がします。そうなんですが、私にとって、三つ目の夢、ありました。大事な夢を忘れてました。私はですね、悩んでます。本当のところ悩んでます。大いに悩んでます。私は、悩むほどのことじゃないんですが、まず大きな悩みっていうのは、いくつになってもいいから、性転換をしたいな、性別を変更したいなっていう、私の、夢があります。そぎの回でもお話したんですが、私は X ジェンダーなんで、必ずしも、純正な女ってわけじゃないです。多分。必ずしも純正な男ってわけでもありません。まあ、性認識はね、性認識って、性に対する自分の認識なので、私の場合は完全に女っていうわけでもないと思うんです。だからって言って完全に男っていうわけでもないです。ただ、自分の体の性は男なんですよね。そう。で、社会的な、性も男なんです。まあそこで苦しむ悩むこともあるんですが、まあたとえ性転換したからって、性別的には女性になりましたって言ったって、子供が作れるわけでもないし、私の本当の望む形っていうわけではないと思うんですが、私もね、今45なんですけど、50までには、性転換したいなって思っています。これをね、動画で話したのは多分今回初めて。そう、それがどういうことかなって言われたらちょっとわかんないです、正直ね。だって、まあ、形だけね、体いじって形だけ女になるってことは、まあそんなに今は難しくないですよ、正直。ホルモン注射打つっていう手もありますけども、まあ、どうなんでしょうかね。今ね、膣を作る手術もあれば、膣を作らないで、形だけの手術もあるんですけども、まあ、そう、私はね、まあ、そこら辺ちょっと悩むんですが、自分の性、自分は女として X ジェンダーでありたいんです。はい。なので、そこに関して、何かしらの形、結論に向かって突き進みたいというのが、私の三つ目の目標です。そうなんです。そう、大きな目標ですよね。そうなんです。動画だって分かっても投稿見てじっと考えちゃうんですけども、生まれつき女だ、体が女だったらこんな悩みはなかったんでしょうね。まあ、別の悩みはいっぱいあったと思うんですけども、これから、これを動画というに発信するということは、まあ多くの方が目に触れるということなので、
まあ、そこに関して、多くの方と、お話しながら、まあ、どういった形にしていこう、して、夢が実現できるかってことを考えていきたいと思います。まあ、そんなわけですね、3つの夢シリーズ。1回目は政治家になりたい。2回目は、スキースノボーのインストラクターになりたい。3回目は、女として X ジェンダーとして生きたい。という、3つの夢についてお話しさせていただきました。3回目にしてね、私にとって大きな大きな大きな問題に直面して、大きな、カミングアウトをしたので、ちょっと、放心状態です。ですがね、そこに向かって前向きに進んでいきたいと思います。ガッチャンでした。またね。